心からお喜びとお祝いを申し上げます。私は今から25年前東部方面総監を拝命しておりましたが、当時は中央記念式典の関連もあり、方面隊独自のこのような式典観閲式は行われませんでした。今改めてこの雨の中、皆様のたくましいそして凛々しい姿を目の当たりにして、大きな感激と深い感慨を覚えるものであります。さて、東部方面隊は我が国総人口の実に 40% に及ぶ約5200万の国民が生活し、しかも国家政経中枢機能が存在する一都十県にわたる防衛警備および公共の秩序の維持に日夜奮闘努力されておられますが、その上に最近では2度にわたる新潟の地震や昨年の東日本大震災においても見事な成果を上げられ、私ども国民を安心させていただきました。加えて国際緊急援助隊やゴラン高原への派遣などの国際平和協力活動にも貢献されていらっしゃいます。その上に東部方面隊はその特性上、募集や援護あるいは兵站といった後方支援業務の比重は他の方面隊に比べて大なるものがある、ご苦労も多いものと思います。このような広範多岐にわたる任務や各種業務を日夜精々と遂行され、実力を発揮されているその奮闘ご精進に対し、新人なる敬意と謝意を感謝を申し上げるものであります。本当にご苦労様だと思います。またありがとうございます。さて現